2002年5月25日、15時28分、中国、香港国際空港へ向けて海上を飛行していたチャイナエアライン611便が管制官のレーダーから消えました。この便は香港へ向けて台湾の中西国際空港、現在の台湾桃園国際空港を離陸し、上昇を続けていたところでした。すぐに捜索隊が派遣され、台湾と中国の間に位置する台湾海峡を中心に、広範囲にわたって611便の残骸が多数発見されました。611便はなぜ墜落したのでしょうか。今回は、チャイナエアライン611便、空中分解事故について、事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2002年5月25日15時前、台湾の北部中西国際空港、現在の台湾桃園国際空港でチャイナエアライン611便が出発に向けて最終の準備を行っていました。この便は台湾から中国香港国際空港に向かう定期旅客便でした。使用機材はボーイング747-200。なお、この動画では制作の都合によりボーイング747-400を使用しています。この便には機長、副操縦士、航空機関士に加えて客室乗務員16名、乗客206名の合計225名が搭乗していました。機長は51歳、総飛行時間は約1万時間で、事故機と同じボーイング747-200には4700時間乗務していました。副操縦士は52歳、総飛行時間は機長と同じく約1万時間、ボーイング747-200には5800時間乗務していました。航空機関士は54歳、総飛行時間は19000時間、ボーイング747-200には15000時間乗務していました。全員が1万時間超えのベテランでした。611便は14時57分に滑走路への移動を始め、15時7分に台湾桃園空港を離陸しました。1分後、台湾桃園空港の周辺を担当する管制官へ管制が移管され、管制官はフライトレベル260への上昇を指示。611便は了承しました。フライトレベルとは高い高度で使用される高度を示す単位で、気象状況によって多少のズレはありますが、100倍するとフィートに換算できます。611便はフライトレベル260への上昇を指示されましたが、これはおおよそ2万6000フィートへの上昇を指示されたことになります。そして2分後、進路を235南東に変え、香港へ向かいました。15時11分、事故の17分前、オートパイロットがオンにされ、航空機関士からチャイナエアラインの運航部門へ出発した時刻や香港への到着予定時刻などが報告されました。15時14分、事故の14分前、パイロットは安定して上昇を続けられると判断し、客室のシートベルト着用サインを消灯しました。2分後、管制官から新たな進路とフライトレベル350まで上昇するよう指示を受けました。この指示に対して機長が復唱しましたが、これが611便からの最後の通信となりました。15時17分、事故の11分前、機長、副操縦士、航空機関士は香港の状況を確認しており、使用されている滑走路や気象状況などを話し合っていました。そしてこの頃からボイスレコーダーにはパイロットが歌っているような音声などが録音され、コックピットがリラックスした雰囲気であることがうかがえます。15時26分、事故の1分30秒前、機長が350まであと2000フィートと発言。
その発言から約1分後、オートパイロットに設定した高度、フライトレベル350に近づいていることを示すアラートが作動しました。そしてアラートが作動してから約30秒後の15時28分、突然コックピットボイスレコーダーの録音が終了しました。同時刻、管制官は611便がレーダーから消えたことを確認、遭難したと判断し、直ちに捜索活動が開始されました。数時間後、捜索隊が台湾島の東に位置する澎湖諸島から北東23マイルの海域で611便の残骸が浮いているのを発見。すぐに救助活動が始められましたが、乗員乗客225名のうち175名の遺体を収容、残りの50名は行方不明となり、生存者はいませんでした。ボイスレコーダーの録音内容からは、コックピットはリラックスした雰囲気で異変が起きたことを感じさせなかった611便。なぜ墜落したのでしょうか。突然レーダーから消えた611便、なぜ墜落したのでしょうか。回収されたコックピットボイスレコーダーからは異変を感じさせる様子はなく、録音内容に手がかりはありませんでした。しかし調査委員会は異変が記録されていないこと自体に注目しました。これはボイスレコーダーの電源が意図的に切られたか、電源が急に失われた可能性が考えられます。前者であれば何者かによる意図的な墜落、後者であれば急激に機体が破壊もしくは分解した可能性を示唆しています。無線の記録も調査が進められましたが、管制官は特に異変を感じておらず、また緊急事態を示すスコークも発信されていませんでした。スコークに関しては大韓航空機によるハイジャック誤報事例でご説明しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。チャイナエアラインに話を戻しまして、さらにレーダーの記録も調査が進められ、事故直後611便の近くでいくつかの飛行物体が確認されました。しかし他に飛行していた航空機はなく、また回収された残骸は611便のものしかなかったため、いくつかの飛行物体がレーダーに映ったのは空中分解したためと判断されました。これらの状況から611便は他の航空機や飛行物体とは衝突しておらず、単独で空中分解が起きたとの見方が強まりました。そして事故時の気象状況についても調査が進められましたが、611便のフライトデータレコーダーには乱気流に遭遇した記録もなく、ボイスレコーダーにもそのような会話はありませんでした。また同じ時間帯に同じ航路を飛行していた他の航空機からも異常気象についての報告はありませんでした。そして回収された残骸の表面を調査した結果、雷による損傷の跡も見つからなかったため、空中分解の要因から悪天候は除外されました。その他にもドアやエンジン、機内の気圧を保つ装置などの故障を示すデータや、燃料や爆発物による爆発などの異常があった痕跡は見つかりませんでした。そして事故機の整備記録を調査していた調査委員会はある記録に注目しました。過去の整備記録を調査した結果、事故機は墜落のほぼ22年前、1980年5月23日から4日間、胴体の下部分を修理するため飛行をしていないことが分かりました。実はこの修理の3ヶ月前、1980年2月7日に事故機は香港国際空港へ着陸する際、尻餅事故を起こしていました。この時、事故機は機体の後部の底に擦った跡や一部の部品の破断や欠損があったものの、香港での修理は不要と判断され、翌日機内を与圧しない状態で台北へ改装されました。そしてチャイナエアラインの整備部門と品質管理部門により応急処置の内容が検討され、ボーイングの担当者もこの修理内容を確認した上で応急処置が行われました。
この応急処置を実施する条件に4ヶ月以内に恒久的な修理をすることも含まれていたため、尻餅事故から約3ヶ月半後の1980年5月23日から5月26日の4日間にかけてさらに修理が行われました。整備記録には5月25日という日付と SRM53-30-03 という記載がありました。これはボーイング社が規定している修理マニュアルの中の 53-30-3 番の内容に従って修理したということを示しています。この修理は損傷の深さや長さによって対応方法が異なっており、事故機の場合は損傷した部分が大きかったため、損傷箇所を含むパーツ自体を交換するか、損傷した箇所を切り取りダブラーと呼ばれる補強材を取り付ける必要がありました。この時はダブラーが4つ取り付けられましたが、詳細な記録が残っておらず具体的な修理内容は確認できませんでした。そして墜落事故現場からダブラーが取り付けられた残骸がいくつか回収され、その残骸からダブラーを外すと傷が残っている箇所がありました。また回収されたものとは別のダブラーが取り付けられた機体後部の写真も見つかりました。これは墜落事故の1年前に撮影されたもので、汚れの筋が確認できます。写真の右側が機体の前方になりますが、赤い丸の位置を起点に汚れの筋が前方と後方の両方に伸びています。後方に伸びている汚れは飛行中に受けた風によって伸びたこと、前方に伸びている汚れは駐機中に重力によって伸びたことを示しています。これは赤い丸の位置付近でダブラーの下に傷が隠れており、そこから汚れが伸びた可能性を示唆しています。さらに事故機は使用頻度が低下していたため、必要な検査が延期された結果、規定された期限までに検査が行われていない状況でしたが、チャイナエアラインも航空当局もこの状況を見逃していました。これらの内容から調査委員会は尻餅事故の修理がボーイング社の規定に沿って適切に行われなかったこと、また尻餅事故でできた傷の上に補強材が取り付けられたため検査をしても傷の発見が困難になったこと、そして飛行中にかかる負荷によって傷が拡大しても発見できなかった結果、ついに飛行中の負荷に耐えきれなくなり空中分解につながったと結論付けました。これらの要因をもとに調査委員会はチャイナエアラインに対して製造メーカーの規定にのっとった整備をすることと、詳細な整備記録を残すこと、台湾の航空当局に対しては航空会社が適切に整備しているか監督を強化することなど様々な勧告をしました。くしくも修理を行ったと記載されていた1980年5月25日からちょうど22年後の同じ日付、2002年5月25日に起こってしまった事故、偶然とはいえ何とも言えない気分になります。以上、チャイナエアライン611便空中分解事故でした。よろしければ感想などのコメントや高評価もしくは低評価、どちらでもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。